こんにちは、皆さん一周です。このチャンネルでは火山博士が地球の最新情報と元気をお届けしております。さあ、今日のテーマ行きましょう。こちら、地震情報ですね。4月17日に愛媛で震度6弱の地震が発生いたしましたが、なんとですね、皆さん、次は国内で地面が49センチ動いたというとんでもない情報が入ってまいりました。今日の動画では地震の最新情報をお届けするともに、 地面が動いたのは一体どこなのかということで詳しくお話しさせていただきます。はい、という検索今日もよろしくお願いします。国内で49センチ動き出すということでね、3つのテーマをご意いたしました。まず1つ目、地震の最新情報。国内で49センチ動き出しました。巨大地震につながるかということでお話しさせていただきます。まさ、あ、じめにこの動画の結論から申し上げておきますと、今後日本巨大地震に要注意ということなんですね。 なぜそのように言えるのかそれはこの動画を最後まで見ていけそう。とってもよくわかりになりますよで、ぜも最後までご覧ください。それでは今日も元気にやっていきましょう。まずは地震の最新情報をお届けしたいと思います。関東で新たな地震が発生いたしました。事件が起こりましたのは、西の島から北に973キロほど行ったところにあります。茨城県ですね。 人口約280万人が暮らす大きな町でございます。先月3月21日には茨城南部で震度5弱の地震がドーンとね、発生いたしましたが、そんな茨城で本日新たな地震が発生いたしております。こちらが今回の地震ですね。4月19日9時33分頃に茨城南部で地下深さ 50km、マグニチュード3.8、 最大震度2の地震が発生いたしました。最大震度2ってどれぐらいいるのかと言いますと、家にいる人が揺れを感じることがあります。または、ポンズの液体が動くぐらいの地震が発生したということになりました。地震が起こりました、茨城、関東の地下は、地下に太平洋プレート、海底山脈、フィリピン海プレートなどがありますが、今回の地震はおそらく海底山脈付近で発生した地震であるというふうに考えられますね。 今回地震が起こりました、茨城南部ですけども、最大級の地震は、1895年のマグニチュード7.2、1921年にもマグニチュード7.0のですね、大地震が発生して、まあ、このように茨城南部、過去にマグニチュード7大地震が発生する地域であるということです。にもかかわらずですね、最近100年間、えー、このマグニチュード7大地震が0回ということで、そろそろね、ここで大地震が危ないですよということですね。 で、この関東平野なんですけども、茨城のあたりですね、地震で揺れやすい場所になっております。もしここでマグニチュード7大地震が発生してしまった場合、ポンズが蒸発する震度などの可能性があるということで、お気をつけいただきたいというふうに思います。続きまして、火山島付近で地震が発生しております。事件が起こりましたのは、西の島から南に274キロほど行ったところにいます。小笠原諸島の硫黄島ですね。 硫黄島といえば昨年2023年にはブワッとですね、噴火が発生した、えー、火山島になります。そんな硫黄島の沖でこの度マグニチュード5.5の地震が発生いたしました。 こちらが今回の地震。昨日4月18日の18時29分頃に、伊王島の南東300キロのところで地震が発生いたしました。18時29分頃に、伊王島近海で地下深さ100キロメートル、マグニチュード5.5、最大震度1の地震が発生したということになりました。 最大震度1ってどれくらいいるのかと言いますと、わずかに揺れを感じる場合があります。または、ポン酢汁が飲めるぐらいの揺れだったということですね。地震が起こりました硫黄島の地下ですけれども、太平洋プレートがフィリピン海プレートに沈み込んでいる環境です。今回の地震は、沈み込む太平洋プレート内部で起こりましたスラブ内地震であるというふうに考えられますね。 はい。で、この硫黄島付近の過去の大地震といえば、2015年5月に起こりました、深さ 682km、マグニチュード8.1、最大震度ポンズが割れる5強のですね、大きな地震が発生したこともあります。この地震は47都道府県全部が揺れたというですね、とんでもない地震だったということでね、まあ、このように巨大地震が起こる場所でありますので、引き続きお気をつけいただきたいというふうに思います。 続きまして、激しい地震が続いております。事件が起こりましたのは西の島から北に999キロほど行ったところです。愛媛県ですね。人口約128万人が暮らす大きな町でございます。 この愛媛、おととい4月17日にマグニチュード6.6、震度6弱の大きな地震が発生した場所でございますが、この愛媛の激しい地震が続いているということが判明いたしました。地震発生時はですね、こちらですね、この黄色丸がマグニチュード6.6、震度6弱の地震でございますが、この地震が発生後の様子がこちらです。見てください、皆さんね。今回の地震によって、おびただしい数の余震が発生し しているということですこれまでになんと40回以上の震度1以上の余震が続いているということね今後もこの四国愛媛ですね気をつけていただきたいというふうに思います今後も地震発生する可能性がありますちなみにこの地震が起こったエリアですけど過去400年で5回のマグニチュード7以上の大地震が発生した場所です最後の巨大地震が1905年に発生したマグニチュード7.2ということでこのように大地震が起こる場所なんですが最近100 200年間、愛媛周辺大地震0回ということで、 ここでいつ大地震が起こってもおかしくありませんので気をつけいただきたいと思います。特にこのスラブ内の地震ですね、将来マグニチュード7大地震が考えられます。もしマグニチュード7大地震が起こってしまった場合、ポンズが蒸発、震度7の恐れもありましてお気をつけいただきたいというふうに思います。というわけで最近国内で起こった地震について簡単にまとめます。茨城県震度2、伊王島近海震度1、そして文護水道震度1などが観測されたということになりました。 続きまして、国内で42センチ動き出したということで見ていきたいというふうに思います。今回事件が起こりましたのは、西の島から北に894キロほど行ったところにあります。はい。こちら、南海トラフです。この南海トラフがですね、なんと地面が動いている場所ということになりますね。 南海トラフといえばえ、巨大地震が発生する場所でございます。これまでの南海トラフ地震の歴史、記録上一番古いのが684年の白鳳地震。一番新しいのが1946年の昭和南海地震ですね。で、これまでに南海トラフ巨大地震というのは、およそ90年から260年に1回繰り返し巨大地震が発生してまいりました。 なぜ巨大地震が起こるのかそれはユーラシアプレートがピョーンと跳ね返ることによりまして巨大地震が発生しているわけですね。で、そんなこの南海トラフでこの度地殻変動が確認されたということが判明いたしました。そもそも地殻変動って何ですかと思われた方いらっしゃると思います。これは地面が上昇したり沈んだりすることを言うんですね。例えばこの地面がです、ね、ギーッと上昇する。 または、この地面がさ、ね、ーっと沈んでいく。これをですね、地殻変動というわけですね。で、この南海トラックでそんな地殻変動が確認されたということです。なんで南海トラックで地殻変動が確認されるんでしょうかその原因は実は、スロースリップだということです。スロースリップが原因で地殻変動が確認されていると。 このスロースリップって何ですかということですがこれは大陸プレートがゆっくりと動く現象ですね。このように大陸プレートがじわ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 してね、ギヤーっと動いていく。これをスロースリップ現象というわけですね。例えば千葉、東方沖でもスロースリップが発生してちょっとね、話題になりましたけども、そんなスロースリップが南海トラフで観測されているということですね。 で、このスロースリップというのはですね、近殻変動の原因となるということです。どういうことかというとですね、ここに家が建っているとしましょう。そんな中ですね、スロースリップが発生するわけです。スロースリップが起こりますと、地面がですね、ゆっくりギューっと上昇していくんだということがわ、えー、かるわけですね。ということで、えー、このスロースリップが起こると地面が上昇するということです。で、そんな、えー、スロースリップなんですけど、南海トラフでね、発生しているということが判明しております。どこで、えー、発生しているのかと言いますと、これは、えー、この 伊勢湾周辺と四国周辺で確認されているよということで、一つ見ていきましょう。まずは伊勢湾周辺のこのスロースリップですね。はい。見ていただくとですね、ちょっと見づらくて申し訳ないんですが、このオレンジ丸のところですね、ちょうど伊勢湾から三河湾のあたりですね。この愛知のあたりで、実は2年間で南東方向に5センチの地面の上昇が確認されたということですね。 はい。実際のグラフの動きですね。見ていただくと、こちらが地面の動きを表したものだと思ってください。見ていただくと、右肩上がりに地面が動いているということです。2020年頃からですね、2023年頃は、このじわじわね、動いていたんですけども、2024年頃からですね、この動きが加速しているということが判明いたしました。ギューッとですね、今、この伊勢湾のあたりですね、地面が動き出しているということが判明したということですね。 続きまして、四国中部でもスロースリップが見られているよということです。こちらが実際の四国周辺のこのスロースリップですね。はい。このあたりが四国で、紀伊半島ですけども、四国から紀伊半島にかけてですね、至るところで実はこのね、スロースリップが確認されているということです。これまでにこの四国周辺のスロースリップ地殻変動ですけども、5年間で南東方向に49センチも地面がスロースリップによって上昇したということが判明してい といととうことです,すごいですね。はい。こちらが実際の四国周辺の地面の動きですけど、見ていただくと、ずっとね、右肩上がりに地面が上昇していると。これはずっとスロースリップが続いているということを示しているわけですね。 ということでね、まあこのように、四国周辺でもですね、地殻変動が見られていると。で、特にですね、この四国周辺の中では、四国中央部ですね、このあたりは、現在もこの地殻変動、スロースリップが継続しているよということで、ずっと続いております。はい。で、このスロースリップでございますけどもね、今回伊勢湾周辺と四国周辺で見られたということで、このスロースリップはじゃあ、 巨大地震につながるのかということで、これ気になってまいりますが、続きまして見ていきたいというふうに思います。まずですね、この結論から言いたいと思います。南海トラフのスロースリップは巨大地震につながるのかということですが、これはズバリ、巨大地震につながる可能性はあるかもしれないということですね。 詳しく見てまいりましょう。はい。この南海トラフのスロースリップなんですけども、1999年に初めてスロースリップが報告されました。発見されたんですね。で、現時点でこのスロースリップから巨大地震に繋がったという事例は南海トラフではありません。 一方で、このスロースリップというのは、巨大地震の前兆となる場合があるんですね。例えば、東日本大震災です。マグニチュード9.0、ポンズが蒸発する震度7地震でございましたが、この地震の1ヶ月ほど前からスロースリップが発生しておったわけです。または、能登半島地震ですね。大地震の数年前からスロースリップが起きておりました。ということで、このようにスロースリップというのは、巨大地震の前兆となる可能性があるということです。で、これは、 南海トラフも同じことが言えます今はですね、現状大きな地震起こったことがありませんが、このスロースリップの後に巨大地震につながる、巨大地震の可能性は、これあるということですね。ということで、これは気をつけないといけませんよということです。ここで気になるのは、このスロースリップで地震の予知はできるのかということです。皆さんこれどう思いますかスロースリップで地震の予知できると思いますか はい。ズバリこれはですね、お答えしておきますと、現時点では不可能なんですね。なんでスロースリップで予知ができないんでしょうかそれは大きく2つの理由があるからです。まず1つ目。 必ずしも巨大地震に繋がるわけではないということ。二つ目、スロースリップから巨大地震までの時間がバラバラなんだということなんですね。一つ見ていきましょう。まずは必ずしも巨大地震に繋がるわけではないということです。その最たる例が千葉東方沖ですね。この千葉東方沖ではスロースリップがこれまでに7回ぐらい発生しているんですけども、いずれもですね、大地震のような超巨大な地震は繋がっておりません。発生していないということです。ということで、この千葉東方沖 のようにですねスロースリップというのは必ずしも巨大地に繋がるわけではないということがわかるわけですねそして2つ目ですねスロースリップから巨大地震までの時間がバラバラなんだということですスロースリップから巨大地震までの時間ですね例えば東日本大震災は1ヶ月でした2014年のメキシコは2ヶ月でした2014年のチリは 8ヶ月でした。1861年のインドネシアの巨大地震の場合は、なんとスロースリップから32年後に巨大地震が発生したという事例があります。ということで見ていただくとわかる通り、スロースリップから巨大地震までの時間がですね、バラバラで統一感全くないということなんですね。 ということな理由なわけで、スロースリップから地震の予知は難しいというのが現状であるということです。ただ、少なくとも言えることはあります。はい。今回ですね、この伊勢湾周辺と四国周辺で地殻変動、スロースリップが、ね、起こっていると。このスロースリップというのは、南海トラフが引き起こすスロースリップです。つまり、南海トラフでスロースリップが起こるということは、この南海トラフというのは少なくとも 生きているということです。南海トラフが生きているということは、いつか絶対南海トラフで巨大地震が発生するんだということです。これは少なくとも確実に言えます。ということで、この南海トラフもですね、みんなでこの地面の動きを見張っていくことが非常に重要なんだということですね。ということで、これからも地震に備えていきましょう。で、今日ですね、一番言いたかったこと、それ何かと言いますと、 このね、南海トラフなんですが、実はですね、スロースリップが発生してますよということです。この伊勢湾周辺と四国周辺、この2箇所現在もスロースリップが継続してますよということですね。南海トラフはですね、1999年に初めてこのスロースリップが報告、発見されております。で、現時点で巨大地震につながった事例はありませんけども、過去の他の地震ではスロースリップは巨大地震の前兆となる場合があるということです。そういった事例が あるこことからですねのの南海トラフのスロースリップの地震の余地ですね。これは現時点ではできません。どうしてかというと、必ずしもスロースリップというのは巨大地震につながるわけではないということと、スロースリップから巨大地震までの時間がバラバラであるということで、地震の余地はできないんだということです。 はい。で、少なくとも言えることは、いつか絶対南海トラフで地震が発生するということでありまして、えみんなで地面の動きを見張っていきましょうということでお話しさせていただきました。 では今日の問題でございます。南海トラフでスロースリップが発見されたのはいつでしょうか ?1946 年、1999年、2023年宇宙のパワー。さっといいでしょうかということでコメント欄に書いて挑戦してみてください。正解した方にはハートマークをつけたいと思います。ほい以上が今日の放送内容になります。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。これからも地震や火山最新情報と。 元気をお届けしていきたいと思いますので、ツイッタのチャンネルと高評価、よろしくお願いします。4月20日のメンバー限定講義は、マグニチュード8クラスアウターライズ巨大地震ということでお話させていただきます、えー。メンバーの収益の一部は被災地に寄付されます。メンバーの皆様いつも本当にありがとうございます。スイリミティミニシミジキヌフシュリウイティシミシューシューシュイッグチューイリキューグジッビービーディスティイディスティーディスティ It is t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 